それで曲の方はどうなりました？ピアノも上手で、きっと作曲もできるんじゃないかなって。なんとかですか？いい考えだと思うんだけどな。見て見て見て、それ意味わかんない。これはピアノ部設立の申請書です。最低5人は必要なの。え、変なこと考えてないで。じゃあしつこいですね。お願い。軽いからよ。やりたくないんです、そんなもの。もしかして歌うだけで作曲とかはできないの？作曲お願いしたいなって思ったんだ。私、錦野さん大好きなんだ。何してるの？仲良さそうに。また新しい曲作ってるし。すごいね。